日置電気製の測定器の例、パワーアナライザ PW3390 日置電気株式会社は長野県上田市に本社を置く電気計測器の開発、生産、販売を行うメーカーである。創業は1935年6月。1935年に東京都港区で日置日さんがメータを製作。1937年に目黒区で 日置電気計器製作所が設立された。1945年に、戦災から疎開する形で、長野県坂木町に移転し、戦後も坂木町にそのまま残り事業を続けた。1990年に長野県上田市に移転した。四代目の日置雄二までは創業家から社長を、輩出していたが、2005年の五代目社長である、吉池徹越から、 現在の7代目社長である細谷和都市まで創業海外から社長を出している。創業から今日まで電気計測器の事業のみに専念しており、小型の現場測定器から基盤検査のための大型機器まで電気測定器分野の製品の種類を増やしている。日置電機は研究開発型の企業であり、全社員の1、3以上が開発、技術を担っている。 売上の10%以上を年間研究費に充てている。開発から生産、修理、構成まで同じ敷地内で集結している。計測機メーカーとしては品質が最重要事項であり、それを満たすためにはこれらの一体化が不可欠だと明言している。そのため多くの企業が行っているファブレスや海外工場での生産といった考えからは一線を画している。 自社ブランド製品を発売してからは日本国内での売上比率が高い企業だったが近年は海外へ販路を拡大している。海外拠点はアメリカ、中国、シンガポール、韓国、インド、台湾、ドイツ、アラブ首長国連邦、インドネシア、タイにある。毎年秋に本社の敷地内で日置き祭りが開催されている。社員が企画運営をして 地域との交流を深めることを目的としている。第1回は2000年で、勝ち残り、大作戦という社内革新運動の一企画として開催された。2018年までは9月の第1土曜日だったが、2019年からは10月に変更された。ひらがなの日の字に帽子をかぶった姿で、日置電機のマスコットとして活躍している。新入社員は2泊3日の間、 お寺にこもって合宿をする。宗教行事ではなく、信仰が目的である。新入社員同士で協力して、精進料理を作ったり、座禅や掃除をしたりして、仲間と一緒に規則正しい生活をする。長い新入社員研修の中でのハイライトの一つでも、ある。日置電機の製品は4つの製品群に分けられている。ありがとうございます。